辺境か。
何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその機に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様はこれを。この鍵、巫女様は城外への抜け穴か。はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ達し、ススキの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、ヨタカの衆が目印の呪しを屋根上に置いています。ヨタカの呪しをたどり、クロウ様を追ってください。とうとう始まったな。アシナ一心が言ってライフ型の大進行だ。アシナはもう持たぬだろうよ。さて、俺もいよいよ潮時だが、旦那、まだ商いが必要かね。じゃあな、旦那。そこもとの背中のその大立ち、それは何だ？不思議りだ。なんと、まことにあったか。ならばそこもとよ、不思議りで我が品図を立ってはくれぬか。承知した。かたじけない。そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。
力は上がっていくんじゃ。